やってくれたな、タコ野郎。ざまあガンガンタコのケツやで。たった今自分が飲んだのはオルちゃん特製タコ印の炭。ほんのちびりと一鍋で胸はムカムカ、頭クラクラやで。どうやるのタコチュウ、この子に変なもの飲ませないでよ。俺に飲ませたのはエコーだけどな。え？あれ？お前が持ってきたから飲んだんだ。いや、ごめんごめん。道端に落ちてたドリンクはキンキンに冷えてたから、君にあげたら喜ぶと思って。拾ったものを人に飲ますな。顔色が悪いですぜ。筋肉もりもり細マッチョ、ドイツなメンズも肩出してんな。自分がどんだけつわものでも今ならワイの敵やあらへん。たまとっとれアジャーシーやうげえ。下がりなさい。別に歯向かっていいけれど。36系なんとやら、ここは一番トンチラや。体の具合はどうです？立てますか？どうにか。体が重くてまともに動かない。うん、かわいそう。半分ほどお前のせいだろうが。無理は禁物ですね。どこかで体を休めましょう。休んで治ればいいけれど、あなたの体を犯した者が毒や呪いの類なら解毒や解除が必要なはず。どうすればいいのでしょう？仕掛けた者に聞きましょう。オルトロスを捕まえて治す方法を突き止めます。戦うのは任せてください。大丈夫か？少なくとも今のあなたよりは戦えるでしょうね。どうぞ安心して、二人で守ってあげるから。そりゃどうも。俺は足手まといかよ。はいはい、すねないも。たまには守られる立場になるのも楽しいもんだよ。誰のせいでこうなったんだ。潮風に乗っていけたらいいね。